動画には一度も登場したことがなかったが、最近のお気に入りの戦車が、1台いるのだ。ご覧くださいませ、それがこちらの、五色獣戦車さんです。でかくて頼もしいその姿は、まさに戦車界の大和。日本のピア天獣戦車、五色獣戦車さんだ。でかくてとっても体力の多い戦車ではあるのだが、装甲はこのピアにまで来ると、あまり頼りにはならない。豚飯も昼飯も駆使できない装甲だしね。飛行は2本選択肢があるが、私のお気に入りは15センチ砲、榴弾しか撃てない大火力砲だ。敵の装甲を無視して殴れる大口径榴弾というのも使い勝手がいいが、何よりね。これである。抜けた時の爽快感が、半端なく気持ちよい。中でも、ギガロさんとこうして、五色獣戦車を2台並べるのが、とても楽しい。装甲なんて度外視で、ヘルスの多さで、オスオスと敵を溶かしていくこのプラトーン。今までルクス3台のプラトーンを、山猫3兄弟と、クロムウェル2台に A43 の正体を、快速トリオなどと呼んできたんだけどね。この大きな五色獣戦車2台の正体を、なんと呼ぼうかと、密かに考えているのである。まあ言っても、私が五色獣戦車に乗り出してから、まだそこまで時間が経っていない。ギガロさんとこうして並べての運用も、まだまだ失敗も多く、勉強することも多い。しかしいつかは、かっこよく正体で、戦場を溶かしていきたいものだ。さて、視聴者の皆様。何かいい呼び方とか思いつきませんか？もし名案などございましたら、ぜひぜひコメントをくださいませ。ちなみに私の候補案は、関取ブラザーズです。センスねー。改めまして、どうもこんにちは、T1 スタイルズです。というわけで、今回一試合目はおまけ試合を、早速一本お送りします。おまけは先ほどオープニングでお送りさせていただきました、五色獣戦車。相方も同じく五色獣戦車に乗る、ギガロさんです。これどうします？東から北に押しますか？かね？それが五色には攻めやすいかな？うわぁ、スタイルさん、A踏んだ後たち、東から上がる気ですよ。いきなりかぶっちゃいましたね。しかもバジャーまでついてると来たら、東に我らはいけないね。かといって五色は中央で必ず通行料取られちゃいますし、西からは回れませんよ。リスク高すぎて。細くてでかくてバレやすい。おまけに側面走行はペラペラというのが、五色の弱点だからね。このマップしかり、場合によっては、一般的な主戦場に向かえないことが多いのが弱点だよね。となるとまあ、このマップの場合あとは、中央の端ですかね。もう敵軽戦車、視界取る気バリバリですしね。橋、無理やり押しますか？西に一応味方の重戦車が3枚ほど向かってるし、橋、体力に物を言わせて、押してみましょうか。二人でヘルス、6戦近くありますし。結構賭けだけどね、まあそれ以外攻め方ないから、仕方ないかな。A 踏んだ後山薄みたいに、側面もある程度の防御力があればいいんだけど。最悪開幕で死にかけることも少なくないのが、日本獣戦車だからね。こういう突飛な攻め方も仕方ない、あとは正体の連携で、カバーしましょうかね。60TP に、ヤークと A 踏んだ後も配備してくれてますし、ゴリ押せるかもしれないね。どすこい。お、敵の A 踏んだ後と五色も、下に咲いてるじゃないですか。やっぱり中央通るリスクは犯せないよね。あれに一撃加えながら、橋、渡っちゃいましょう。お、あの五色、同じ P1 のメンバーじゃん、これは負けられないね。一旦停車してー。どこーい。いやほんと日本の女性搭乗員のデフォルトボイス、情けない声だよね。直撃したーって、見ればわかるし、声の張り方絶対おかしいし、でも妙に癖になるのが憎めない。それこそ昔の、日本語デフォルトボイスのあの情けなさに似ている。敵戦車を、やっちまったぞ。これであいつもオーダブツだ。みたいな声ね。コンシューマー版では今も聞くけど。あれも好きだったけど、実は日本女性搭乗員のこの情けない声も、意外と好き。変わり者だよね。これ、僕らの敵は、ヤークと A 踏んだ後になりそうですね。それとグリレがいないのかな？
つまり我らの装甲は、合ってないようなものだな。五色に装甲なんてない、飾りです。お、いきなり美味しそうな獲物。あ、グリレもいるよギガロさん。さっきの軽戦車のすぐ後ろだね。了解。てか、どこへ行ったんだー。わほんと、最初聞いた時笑いが止まらなかったよねー。いいセンスしてるよ、ほんとにこのボイス。南はあの2枚で止めきれるかな。あと北側も、うまく押し込めてる気がする。だけど我らが相手にするのは、駆逐戦車2枚に、オートリローダー1枚。ちょっとダメージが心配な敵だね。四方に座れた。おお。スタイルさんナイスショット。火災込みで1452ダメージ、気持ちよかー。僕もダメージが欲しい。この自走砲は僕がもらいますね。あいあい、どうぞどうぞ。あ、やば、やっと大先生だ。ふえ、チクしたこれ、強かったりねー。五色ってあんまり上向けないのか、勉強不足だった。反省反省。あ、あとこれしくった。私もギガロさんみたいに、そっちの斜面に張り付いておくべきだった。これだから撃たれるんだよな。しかもバッチャの対応遅れた。ここまでか。まだまだ勉強不足だわ。ごめんギガロさん、あとは任せました。ちょっと押し込みすぎちゃったかな？失敗だったね。でもスタイルさんの分まで頑張るよ。うお、ヤークトやめてくれー。よし、側面ついた。日本重戦車のお家芸、お相撲対決だー。こっち向くんじゃねー。どっちが出力あるか、勝負じゃー。オラ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 ー。どうだ、参ったかー。あ、ダメ、こっち向いちゃダメだって。危ない、耐えた。味方三兵ヘルプ。そっちのイタリアの子をお願いします。あ、ヤークト側面向くぞ。再びチャーンス、お相撲勝負だー。よっしゃ、側面取った。これで生き残れる。スタイルさん、ゴリ押しで勝ちましたよ。やりましたね。いやー。ちょっと爪が甘かったね。もう少し味固まってもよかったし、やっぱもう少し斜面張り付いておくべきだった。そしたらヤークト降ってきても、ある程度対応できたしね。バッチャが降りてくるのに四方を向けておかなかったのも失敗だったし、反省点は多かったんだけども。ギガロさんの相撲対決、あれは個人的に、すごく面白かったんだよね。やってる本人は生き残るために真剣にやってた戦法なんだけど、見てて面白かったなー。おまけの一本目としてはいい塩梅だったかなぁと。戦術的にも、いい感じで刺さってたしね。五色重戦車プラトーン、またどこかでやれればと思います。そしてもっと勉強して、細かな対応や、連携が取れるようにしていきたいと思います。あ、ちなみに言い忘れましたが、五色の今回使った15センチ砲は、近弾を使うことで、火力が上がる仕様になってるのです。つまり榴弾なのもあるし、近弾は常用的な感じですかね。ティアテンなのもあって、赤字は待ったなし。故にあまりバンバン乗れる車両ではないので、まあ楽しみたい時だけの、とっておきの車両って感じかな。さて、本日は2試合構成。次は T95 での試合になります。引き続き、ご視聴くださいませ。先ほどに引き続き、初めましての戦車、T95。アメリカのティア9駆逐戦車です。ワールドオブタンクスでは、結構おなじみの有名戦車かな？超重駆逐戦車の名にふさわしい装甲と、大火力の15センチ砲を搭載した、足の遅い駆逐戦車です。これでも前よりは速くなったらしい。前を知らないけど。まだ全然回数を乗っていない戦車ですが、運用は私の好きなこれと同格の超重駆逐戦車、トータスに似ている。あまり味方がいかなかった、ここだけは落とされたくないという一二陣取り、要塞となるか。重戦車と帯同して、弾受けやダメージ稼ぎをするか。あとは意外にも隠蔽が高い駆逐戦車なので、狙撃に回るか。まあ狙撃は戦況を見てやった方がいいけど。
弱点は明確にあるので、あまり敵に近づいて戦いを挑んではいけないというのは、トータスと一緒ですね。市街地は別だけど。側面はまだしも、背面はペラペラ。背面側に二次装甲を落とされてじわじわ削られることもあるので、正面向けて、それも敵とは少し距離を取って戦うのが理想ですかね。そしたら本当に硬い。敵が弱点を狙いにくい距離に陣取れば、トータスより装甲頼れます。ただトータスと違い、旋回は遅く、射界に自由がない。何より単発火力で買い代わりに一度打つと装填が長いので、そこには注意が必要かな。なのでオスオス攻めていくよりは、ドヤ顔でやや後方で陣取るか、最後までヘルスを減らさずに、最終防衛ラインを守る方が戦える。まだ数千ほどしか乗ってないから、探り探りの段階だけど。というわけで、今回はこちらに陣取ってみようかな。山田さんのモイス編は、行ってしまわれるみたいだけど。これは私個人の考えだから、あまり頼りにしなくてもいいけどさ。その目の前の川、私はサンズの川って呼んでます。渡ると最後、生きては戻れないって思ってるから。ここで硬い戦車で陣取って、敵を引き込み、中央の丘から味方に狙撃してもらう方が、勝ちパターンに持っていきやすい印象です。まあ正面で敵枚数減らしてくれるのは、嬉しいことだけどね。私のような固定砲塔の鈍速駆逐戦車では、絶対渡らないようにしています。行っても仕事ない。出遅れて仕事がないまま終わってしまう悲しい試合も多い戦車ですが、バレちゃいましたが、まあこの距離、やすやす抜かれることはないでしょう。自走砲は別だけど。あと弾かれるのが鬱陶しいので、禁断でゴリッと行っちゃいましょうか。私は最終防衛ライン、そして火力支援車両。ここのこの形、今はまさに理想的。そして美味しい、大火力楽しい。さっきの五色も楽しかったけど、やっぱ大火力楽しいね。トータスのあの連射力も大好きだけど、こういう硬さに物言わせて後ろからゴリッと行くのは、楽しいね。腕前やエイムがまだまだ下手っぴな私だから、それを補うために、禁断は惜しみなく使うよ。上達するまでは何も惜しまない。あ、そうそう、いくら硬いからって、じっと止まるようなことはしないよ。多少前後に動いたり、左右にもじもじもする。弱点なんて狙わせない。この T90 を、遺体が左右2枚ずつ、4枚ついてるんだけどね。なんだかよく、正面から離体と離体の間を抜いてくる人がいるんだよね。なんだか抜かれちゃうんだよ。だからそういう重さの対策も兼ねて、簡単には狙わせない。後株は見せない。そして装填長いから、一発一発慎重にね。抜けそうなやつ、抜けそうな角度のやつを狙う。こうして弾かれるとほんと悲しい。おっと、山田さんを囲みに来てるやつがいるな。でも私がいるから、そう簡単には抜かせない。山田さんは防衛ライン、私は最終防衛ライン。それに敵を進軍させれば、中央の丘の味方が狙えるはず。自分で稼がなくても今はいい、ここを守るだけでも仕事だね。さっきの試合はオスオス攻めるのが仕事だとすれば、今度はじっと壁になるのが仕事。いろいろな仕事があるから、ワールドオブタンクスは楽しいね。下がったふりしたら、敵、攻めてこないかな。もう少し引っ込めれば、味方で蜂の巣にできるんだけど。しかし最近、戦車に復帰してからね、いろいろな新しい戦車、大量に買い込んじゃったもんだから、どれから動画にしようものか、結構悩んでるんだよね。それなりにいい試合もできてきて、動画にしたい試合も多いし、戦車紹介の意味で、新しい戦車もお見せしたい。でも夫が今楽しすぎて、動画作り、追いつかないんだよね、これがさ。いやぁ、今の軽戦車、何がしたかったのだろうか。山田さん一人ならばまだしも、囲めるとでも思ったのかな？ふふふ。うむ。こっちが硬いのはいいんだけど、向こうも向こうで硬い。じれったいね。でも中央はすでに味方が突破、守っていれば勝てる試合になりましたね。これも T95 の大事なお務め、弾いて大火力をたまに出しながら、楽しんでいきましょう。しかし山田さんや、なぜに 50TP を相手しないんだ？私が正面を抑えてるんだから、横から来てる方を構ってくれてればいいのに。てか正面は抑えますって、実際は言ってたんだけどな。まあいいや、山田さんは死んだ。助けようにも、助けに飛び出せば、奥から簡単に抜かれてしまう。まあもう、山田さんにお役はない。安らかに眠ってください。50TP は、私が何とかしましょう。まあでも、あの位置では戦いにくいのでね。敵が引き返せなくなる位置まで、引き込みましょう。サンズの川を完全に渡らせましょう。渡らず戻るという選択肢を取るというならば、そのお尻に、大きな穴を一つ開けてあげましょう。
これぐらい時間を見ればいいかな。さあ、渡ったか戻ったか、答え合わせの時間です。へいらっしゃい、一名様ご案内。ダメージは覚悟の上、こんな走行、至近距離ではないのも同じ。そして私に撃たれまいと下がった時点で、君の敗北は決まった。撃ったら私の側面に張り付くくらいしないと、生き残れないよ。まあその場合は無理やり前進して、味方に撃ってもらえるように移動してたんだけど。そう、攻めるなら早めにね。うん、ヘルス温存してたから、最後はダメージ交換で安定して倒せたな。そして他の敵も囲まれてますね。これで試合終了です。できれば E3 お兄様に一撃加えたくもあったのですが、今回は守りが務め、これでいいでしょう。戦闘結果です。2バッジをゲット。観測、ダメージ、そして強弾と、バランスよく戦え、落としたくない1ルートを、しっかりと最後まで守るという、T95 の仕事、全うできました。今回はガンガン攻める試合と、がっつり守りに入る試合の、2つの試合を、超重戦車でお送りさせていただきました。今回はどちらの戦車も、皆様に顔見せって感じの動画だったかな？どちらもまだまだ回数を多く乗っていないので、もっと上達し、いずれまた、動画にしたいなぁと思います。結果を出すのはまたいつかってことでね。5式では色々反省点が見つかりましたし、9号ではやはり防衛の頼もしさ、運用が間違ってないかなぁっていうのを確認できて、楽しかったですね。結果はあまり大それてないし、どちらもあっさりした試合だったけどね。戦車のご挨拶としては、十分だったのではないでしょうか。以上、今回はここまでになります。最後までご視聴、ありがとうございました。励みになりますので、コメント、チャンネル登録を、お待ちしております。指の方もまだまだ動かないのですがね。キーボードの割り当て替えをすることで、かなりスムーズに戦車を動かせるようになってきました。まだまだ運用がなまってたり、エイム力が落ちている部分はありますが、だいぶまともな試合をできるようになってきたかな。手首で操作を決めているので、手首疲れで、休み休み遊んでおりますが、今とっても楽しくってしょうがないって感じです。失敗は多いけど、それも楽しい。味方はちょっと頼りなくても、それでも楽しい。何でも楽しめる時期に入っちゃったかな？あ、そうそう。次回でこのシリーズも、250回目となります。いつもだったら50回に1回は、ちょっとお祝いムード出したり、記念のおまけ動画を出したりしているんですけどね。今回は、やる予定はありません。コンディションが本調子じゃないってのも大きいんだけど、気がついたら250回迎えちゃうって感じで、何も用意できないってというのが本音かな。だからね、次回は300回目の投稿を目指してというのが、250回目の私のお祝い企画かな。と話していたら、また話が長くなってしまった。以上、今度こそお別れでございます。ではでは皆様、まったねー。